のりずぴろりんです。スザンヌです。今日はスザンヌとベストカップルドラマ参戦紹介したいと思います。イエーイ、ね、このベストカップルドラマ、まあ、私たちが見てもそのこの、ね、ドラマの中のこのカップル最高に似合ってるっていうのをね、3組選んでみました。でその中でもう私たちの基本チャン君入れたいんですけど、もうでもまたチャン君のは別の日にチャン君のドラマでという形でやりたいと思うので、今日はちょっとチャン君省いてます。チャン君ファンの皆さんごめんなさい。でもこの3つすごくすごくお似合いのカップル選んでるんで、ぜひ最後まで聞いてもらえたらと思います。まずは1つ目、恋のゴールドメダル、僕が恋したキム・ボクチュっていうねドラマなんですけどね、これナムジヒョクくんとイ・ソンギョンさんっていう、あのもう2人ともすごい高身長のカップル、この2人がやったドラマなんですよね。ナムジヒョクくんは、水泳のトップ選手の役やってて、すごく女子にも人気がある、あの水泳のトップ選手、背が高くてかっこいいっていう役なんですけど、相手役の女の子は重量挙げのね期待の星っていうね、あの牧樹っていうこの役やってるんですけど、もうどう、スザンヌこの2人のカップルって、このカップルはすごいなんか高身長同士、スタイル抜群なんです。スタイル抜群で、このドラマもすごい胸キュンのねドラマで、そう結構胸キュン率も高めやから、うん、ぜひ見てほしいですよね。イ・ソンギョンさんっていうの方はなんだかちょっとまあぽっちゃりしてないんですけど、重量挙げの選手なんでちょっとごついみたいな感じの設定だよね。あれ、ちょ太らしてるんか太く見せてるのかちょっと分からへんねんけど、なんですけどちょっとごつくて、なんか設定はあんまり可愛いっていう設定じゃないんだよね、でもなんだかだんだんちょっとずつ綺麗になっていって、2人が、まあ、恋愛していくっていうちょっと胸キュンドラマなんで、私も初めて結構これ大学生かなんかね、あの体育大学に通ってる大学生の話なんですけど、なんだかちょっとあんまり面白くないのかなとか思って見てなかったんですけど、お友達に面白いよって言われて、で見てみたらもう結構最後まで胸キュンで、でナムジヒョク君かっこいいし、でこの2人、ナムジヒョク君188cm、イ・ソンギョンさん775cm、すごいよね。もう2人が並んだあのなんか制作発表会みたいな画像を見たらかっこいいよね。かっこいいよね。モデル2人とも、あ、まあ、もっとモデルなのかな、ね、うん、そうですね、この何女の子はもっとモデルでだったような気がしますよ ね、だったような、うんうんうん、ね、なのでぜひぜひ2人のドラマ見ていただければと思います。それでは2組目は青い海の伝説のイ・ミンホとチョン・ジヨンさんです。イエーイ。もうこのね、イ・ミンホ、相続者たちとかもキングとかもう人気の韓国の人気の俳優さんですね。あとこのチョン・ジヨンっていうのが、星から来たあなたとか猟奇的な彼女、私もね多分あれ、2000年、子供生まれてちょっとぐらいして2000年ちょっとぐらいからね活躍してる女優さんなんですけど、もうこの私この猟奇的な彼女ももう多分20年ぐらい前のドラマなんですけど、すごい面白かった。なのでもうこの猟奇的な彼女見たことない人はぜひこれ映画なんで2時間ぐらいで見れるんで、これはこれで面白かったんで見てほしいですね。なんですけどこのイ・ミンホとチョン・ジヒョン、もうねチョン・ジヒョンさんの6歳年上なんですよね。なんですけどすごい可愛かったよねこのドラマ。どうすザンヌ、すごい可愛い、人魚の役なんだけど、すごい可愛かったよね。ねえ、なんかデスメス前の人魚とあと天才詐欺師っていう話なんですけど、まあこれはドラマ的に言うと過去の話をちょっと、過去にも絡みがあって、で過去の話というか前世の話みたいな、それと今現在の話を行き来するっていうね、ドラマなんですけど、まあ、その中でお互い、まあ、前世も恋したし今の世の中でも恋してる人魚と詐欺師っていう話なんですけど、もうこれね初めの方結構みんな面白くないって言ってね、途中でやめる人多いみたいなんですけどね、これ結構
構ね、スザンヌどうやった、うん、私は結構好きで2回見たかな、うんうん、そうなんや、うん、ね、2回目ちょっと真剣に見てなかったんで、いや面白いやんと思って、うん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 、2回またちょっと真剣に見たらすごいなんか胸キュンするし、この人ね、うん、かわいいし、うん、ね、この子ね、ね、女優さんめっちゃかわいくってね、うんうんうん、なんか私はあの人のこと好きなのかしらみたいなね、うん、なんか心の声が聞こえるんですよ、ミーゴには。そんな感じで、なんだかあの、ま、ファンタジーの恋愛という感じなんですけど、うん、ま、これはこれで面白かったよね。面白かった。なのでぜひあの途中でやめたとかっていう方は、うん、あのぜひ一度見ていただきたい一本ではありますね。ね、それでは3組目はこれね、もう皆さんご存知の不朽の名作というか、もうあのつい最近不朽の名作になったんですけど、私の中でなんですけど、はい、愛の不時着のヒョンビンとソンイェジンです。イエーイ。もうこの2人は定番よね。定番です ね、もうヒョンビンはもう説明するまでもなく皆さん知ってる、うん、で私ヒョンビンの映画もネットフリックスかな、なんかで見たことがあって、コンフィデンシャルっていう、教授っていう映画なんですけど、この映画もね、あの愛の不時着は北朝鮮の軍人と、財閥の令嬢の恋愛なんですよね。その財閥の令嬢がパラグライダーに乗ってる途中で竜巻に襲われて北朝鮮まで飛んでいっちゃう、うん、そしてヒョンビンの胸に舞い降りる愛の不時着って感じなんですね。なんですけど、あのヒョンビンのもう一つ映画があって、でその映画でその北朝鮮の軍人の役なのかな、とそのヒョンビンが韓国に来て、韓国の刑事と一緒に南北の共同捜査するっていうね、まあ、ハリウッド級のねアクションエンターテイメントになってる映画があるんです。このコンフィデンシャルも結構面白かったんで、ぜひ見たことない方は多分ネットフリックスで見れたような気がするので、一度見てください。あの2時間ぐらいで終わる映画なんですけど、これはこれでアクションもの面白かったです。その、まあ、そっちの話長かったんですけど、そのヒョンビンともうソンイエジンさん、これね、スザンの好きなドラマあれやね、よくおごってくれるお姉さん ね、に出てたね。ソンイエジンさんはソンイエジンさんで綺麗よね。綺麗よね。ね、なんだかこの二人もう今じゃ本当のカップルやもん ね。この愛の不時着のこのカップルは本当にまあまあもうこの中でも一番のベストカップルじゃないかな。そうですね。ね、今もまあ二人とも仲いいし、このまま結婚するしないって感じやもん ね。なのでこの3組今回選んでみました。いかがでしたでしょうか。あの皆さんのベストカップル、この人たちはベストカップルっていうの、もしあればまたコメントで教えていただければ嬉しいです。今日は、ベストカップルドラマ参戦紹介させていただきました。今日の動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごくすごくすごく嬉しいです。皆さんのコメントお待ちしてます。ノリスピロリンでした。スザンヌでした。アニョー。